ろ。はい、皆さんこんばんは、キースです。では、ジャックジャンの続きからやっていきます。よろしくお願いします。波乱のね、秋公演。勝手に俺が波乱の秋公演って呼んでるんですけども、なんとかね、みんなの力でうまくね、行きかけてたんですけども、さらなるアクシデントが起きてしまったということですね。鈴くん、大丈夫か？どうした？スー！練習中にね、盾の鈴くんが足を怪我してしまったと。結構前からね、痛めてたみたいなんだけどね、無理してたんですよね。ちょっとひねっただけっす。大丈夫です、こんくらい。いや、これ大丈夫じゃねえから。どうすんだ。かい、織巻くんを医務室に、いや、病院に連れて行った方が良さそうだ。やばい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 。でも、稽古が。そんなこと言ってる場合じゃねえぞ、鈴。お前の役者生命かかってるからな、これ。油汗流してる奴が何言ってんだよ。巻き込みは大事だけどね、鈴くんのね。役者人生の方が大事だから。折巻、背中に乗れるか。お、解散。まあ、解散ぐらいだよね、でかいもんね。すみません。江西先生は。私が呼んできます。鈴くんのね、その気持ちもね、めちゃくちゃ腫れてたさるんだけどね、やっぱり、いろんな思いあってね、すげえ気合い入ってたからね、めちゃくちゃ腫れてた。え、折れてないよね。あれじゃあ舞台は。鈴くん、そうちゃんどうするよ。剣道で痛めた左足の古傷が再発したってことですか。そうなんだ。もともと痛めてたのか。左足の古傷。ああ、もともとその怪我が原因で剣道を断念したらしい。え、ああ、そうだったんだってこと。かなり大きな怪我だったってことね。はあ、ダンスの時妙にバランス悪いのは左足かばってたせいか。ずっとそれでやってたんだ、言わずに誰にも。リハビリをして一度は完治したらしいんだがな。日頃の稽古で足に負担がかかっていたんでしょうね。まあ、無理してたしね。そして盾が決め手になったと。参ったね。大事にならないといいけど。どうすんだ、秋公園。鈴くん大丈夫か。っていうか、ネジ先輩、その服めちゃくちゃ緊張感ないっすよ。私がもっとしっかり止めていれば、足の調子が悪いの気がついていたのに。そうだね。ちょいちょい言ってたけどね。そんな、キサちゃんのせいじゃないよ。織巻くんは？そう、大丈夫？様子は。部屋で休んでます。いや、めちゃくちゃ落ち込んでんじゃないか、鈴くんの性格だったら。エニス先生、織巻くん、しばらくは安静にしてなきゃいけないんですよね。ああ、代役を立てた方がいいだろうな。マジか。ああ、そうちゃん練習してたよね、確か。マジで出れないの、鈴くん秋公演。代役、鈴くん舞台に立てないんですか。今無理をさせたら長引く可能性がある。完治しないことだってな。そうね、その役者生命がねの方が大事だからね。そんな、鈴くんずっと頑張ってたのに。大鳥くんをジャンホセにスライドさせるのが得策だろうね。え、マジっすか。ここそうちゃんでしょ。ここそうちゃんか、キサがジャンホセやるんで、はい。キサちゃんの役を鈴くんが、鈴くんじゃねえわ、そうちゃんにお願いします。ちょっと話してくる。いや、いい、ちょっと待って。待ってください。お、鈴くん。鈴くん。何やってんだ、休んでろよ。心配してるね。俺、出れないんすか。
秋公演の舞台立てないんすか。いや、めちゃくちゃ悔しいよね。あ、君の役ジャンホセは出番が多い。ダンスもあるし、何より盾がある。そうちゃんは、役がないことで絶望してたけど、それよりきついよね。出れないんだから。その怪我を抱えて舞台に立つのは無理だ。組長として君を立たせるわけにはいかない。今後の君のためにもね。ああ、まあそうなるよね。スズ、わかりました。だったら、お、俺の代役夜長にやらせてください。おーおー、マジか。ちょっと鳥肌立ったわ今。え、スズ、スズくん、すげえかっけくない。え、マジか。めちゃくちゃ悔しいだろうにね、こんなこと言えんのか。こいつ真面目で、真面目すぎて自分で自分のハードル上げて動けなくなることはあるけど、舞台にかける気持ちは人一倍強いんです。夜長なら俺の代役しっかりやってくれると思います。お願いです、夜長に任せてやってください。スズ、スズくん、カイ、お前夜長に稽古つけてたよな。どんな感じなんだ。まあね、情だけじゃできないからね、これは。実力ないとね、やっぱ勝ちに行かないといけないから。アンバーに、秋公演はセリフは全て入っている。動きも一通りは。ミツ、歌は。狩人コンビの歌参加はラストの合唱くらいだから問題ないでしょう。なるほどな。ちなみにダンスもアンサンブルで入ってたからなんとかなると思うぜ。いけるね、これ。先輩のお墨付きいただきましたね。まあこれはそうちゃんがね、陰ですごく努力してたからの結果ですよね。先輩が認めてくれてる。ふみさん、カイさん、白田先輩。ふーむ。あとは組長次第ですね。どうする、夜長くん、君やれる。おお、委ねた。僕は。あとはそうちゃん次第だね。夜長、頼む、俺の代わりに舞台に立ってくれ。そうちゃん、一緒に頑張ろう。そうちゃんならできるよ。そうだね、努力見てきたからね。葛藤も、そうちゃんならできるよ。そうちゃんならできるよ。そうちゃんならできるって信じてる。うん。ここまで言われて黙ってんのか。覚悟決めなよ。お、そうちゃん上がった。やります。おう、そうちゃん、やります。やりたいです。やらせてください。しゃ、立ち上がったね、そうちゃん。どうかよろしくお願いします。信じてたよ、そうちゃん。よし、決まりだ。夜長くんをジャンホセに置いて最初から最後まで通してみよう。やるしかねえ。すまんな、おとりくん。みんな手伝ってくれるよね。おう、当然だ。仕方ないな、みんなで作るものだからね、舞台は。鈴くんの気持ちもね、背負っていきましょう。鈴くん、僕じゃ鈴くんみたいにできないと思うけど。かっこいいじゃねえかよ、夜中。いや、鈴くんも相当かっこいいぞ。頼んだぜ。マジで出れねえのかな。うん、立
原、ヨナがどうだった？どうしてやってきたんだろう？めちゃくちゃ心配してるね、ヨナガ君のこと。今までとは顔つきが違ったよ。ジャン・ホセを必死に演じようとしてた。そっか、腹くくってくれたんだな。ヨナガのこと助けてやってくれ。言われなくてもそうしてくれるだろうけど、頼む。スズ、お前自分出れねえのに、お前なんていいやつなんだよ。うん、わかった。なあ、ごめんな。え、お前足のことずっと心配してくれてたのに、結果このざまだよ。まあね、でもしょうがないのかな。でももう大丈夫なんだ。歩けるのか、歩けるぐらいは回復したのか。ごめん、ごめんな。気にすんな、あとは任せろよ。今になって夜長の気持ちがわかるなんてバカだな俺。お前と一緒に舞台立ちたかったよ、スズ。あ、来た、アンバーだ。アンバーの稽古場、田中麦注意。田中麦先輩、どこがお気に召しませんか？すぐに修正します。どうした神谷社、喋んないね。注意さん、うつり追ってはダメだ、邪魔になるよ。あ、背中で語るタイプ。どうして、俺じゃ、俺たちじゃダメなんですか？あ、ついていけないのかな、才能に。田中右の、すげえスーツ着てるな、これ。ウェットスーツかな、これは。クォーツ立花キサ。あら、初めて喋ったんじゃない？やっぱキサちゃんに興味あんのか。最初ずっと睨んでたもんな。なんか興味あるっぽいな、キサちゃんに。さあさあ、どうなんの、秋公演。これ本当にスズ君も出れないんですかね。ちょっと休むか、死にそうだな、これ。あ、でもこれお出かけした方がいいな、平日休んだ方がいいよね。イベントはたくさんあるんですが、あまりできないので、どうしましょうか。モナスクールもな、あれだよな。ここはここめっちゃ悩むんだけど、どうするよこれ。鬼消せろ行ってみるか。あれ、ボールだ、サッカーボール。お、声があるぞ、これイベントか。ああ、立花ごめん、ボール取ってもらっていい？お、笠井くんじゃん。笠井くん確か中学の時サッカー部だったんじゃなかったっけ。サッカーボールを蹴る、サッカーボールを拾って手渡しする、ハンドハンド、それ反則だから。蹴る蹴る、わかった。じゃあ行くよ。どら、くらえ。お、ナイスパス、立花サッカーうまいじゃん。マジで？そうだ、立花も一緒にサッカーやらない？あ、やるやる。今鬼喫生の1年同士でやってんだ。いいねいいね。鬼喫生とついていけるかな。確かちょっとフィジカルの差が。大丈夫大丈夫、俺がサポートするから。マジか、じゃあやろうかな。しかも乙女なんだよな。じゃあよろしくお願いします。いやー、キサちゃん結構やんちゃだよね。立花、はい、パス。しゃあ行くぜ。と、あ、後ろにダンテいる、避けて。やばい、ナンパされる。本当だ。もう当たる言わないでくださいよ。走って走って。危ねえ、ナンパされるとこだったわ。うん、通さねえぞ立花。来たな、鬼喫茶モブ。下がれた。じゃあパス。笠井くん、お願い。すげえ、いいコンビになってる。よし、ナイス判断。やべ、笠井にボール行ったぞ。
めちゃくちゃうまいんじゃないのサッカー。長山、葛西がゴール狙ってくんぞ。あ、長山くんキーパーなんだ。守護神長山都一、そのボール必ず止めてみせる。確か守護神っぽいな。行くぜ。おっだーと見せかけて、よった。フェイントの、あ、ボールがふわりと浮き上がった。ループシュートじゃね。長山くんの頭の上を抜けていく。いや、これ上手くないとね、ループなんか打てねえからな。相当上手いね、葛西くん。屈辱ですね、キーパーとしては。ゴール、あっしゃー。葛西くんすごい、ナイスシュート。結構テクニシャン系なのかな。立花もナイスアシスト、イエーイイエーイ。おにぎすと息合ってんの。またしても火災にやられた。いや、楽しそうだな、おにぎす大会系で。太一はボールばっかり見すぎなんですよ。お前は立花ばかり見すぎだろうが。それじゃあ火災に勝てないぞ。ただでさえ強いんだから。さすがダンテさんです。火災くん、本当にサッカー強いんだね。そうね、まあ、強いっつうか、まあ、うまいっつうか。まあね。そいつサッカーで全国大会に行くようなやつだからな。ああ、すげえ、やっぱ全国行ってたんだ。ネットで名前を検索したらサッカー部時代の写真が出てくるくらいだぞ。マジか。もじゃあ将来ね、プロは多分渇望されてたんでしょうね。よくね、この舞台役者の世界来たね。え、そうなの。確か月2位を見て憧れてきたんだよね。あれは試合見に来た子が勝手にあげちゃったのがほとんどなんだけどね。めちゃくちゃ人気あったんだろうな。知らない子もいるからどうにも止めようがなかったな。いや、自慢ですか、自慢ですか。葛西くん人気あったんだろうな。まあね、間違いないでしょう。キャーキャー言われてたんでしょうね。でもサッカー強豪校からたくさんスカウト来てたのに全部断ってユニベールに入ったんでしょ。すごいね、ほんと変わり者だね。立花月の舞台見てユニベール行くって決めたからね。そうだよね、それだけの影響力がね、月ににはあるんだよね。楽しかったんだ、立花月の舞台。俺もあの舞台に立ちたいって思うくらいに。すごいよね、本当。サッカーやめてまでっていうぐらいの気持ちになるんだからね。葛西くんも私と一緒なんだな。そっかそっか。で、キサちゃんもそうだよね。実際にユニベール来てみたら知らないことややったことないことだらけで、しかも周りにはすごい人がいっぱいいて毎日充実してる。時間が足りないくらい。ああ楽しそうだね、よかったね来て。あとは、あとは立花が俺と組んでくれたら文句ないんだけどね。ああまたそれですか。いやーちょっとモテるな。そうね、まだ諦めてないって言ってたもんね。当たる抜けがけ。お前も諦めが悪いな。諦めが悪い男。俺、葛西、やりたいことは絶対に諦めないんだ。いや怖いな。俺は立花が組んでくれるまでアプローチ続けるからよろしくね。どうしよっかな。さあでも鈴くんいるからな。さあ今回も休日行きましょう。やっぱ鈴くん、あ、怪我してるけどいるじゃん。行ってみようか。大丈夫怪我。お、鈴くんルーム。鈴くん足の調子は。あ、立花大丈夫か。え、鈴くん歩いて大丈夫なの。洗面所まで顔洗いに行くだけだから。おわ、あ、やっぱ相当悪いんだな。危ない、鈴くん肩貸すよ。でもいるときくらい使って、ほら。じゃあ、ゆっくり。でけえからな。立花、俺さ、怖えわ。何が？え？剣道の時みたいに今度は舞台までできなくなったら。ああ、そっかそっかそっか、そうだよね。あ、怪我って怖いからね。鈴くん、体震えてる。大丈夫だよ。黙って話を聞く。いや、これ肯定してあげた方がよくね。ああ、鈴くんとか。
大丈夫だって。大丈夫だよ立花、大丈夫、絶対大丈夫。うん、大丈夫だからね。めっちゃ言うな。よし、上がった。ありがとう、なんか気持ち楽になった。頑張るわ俺。いや鈴くん頑張ろうぜ。いやでもメンタルすげえ強いな鈴くんはね。あそれとかっこいいよな。よし寝よう。死ぬ死ぬ。いやなんとかね、うん、出れないかなちょっとでも。あ立花、ちょうど話してたんだよ。折巻怪我したんだって。みんな心配してくれてるね。あいつ大丈夫なの？なんとかね、授業も稽古もしばらくは休まなきゃいけないんだ。かなりの怪我ですね。え、じゃあ舞台は？秋公演は？嘘、最悪じゃん。役はどうすんの？あいつのことだからいい役もらってたんでしょ？みんなは認めてんだね、実力を。鈴くんの代役を立てることになったよ。代役？そうちゃんが鈴くんの代わりに立つんだ。え、ヨナガが？なんで驚くんだみんな。折巻の代役？やれるよきっと。化けるぜそうちゃん。みんな早く船に乗り込むのです。お、練習だ。船？まさか。頑張れそうちゃん。させません。はい、ここから盾、ジャンホセかけて踏み込む。さ、盾がね問題だよね。できんのかそうちゃん。運動神経どうなんだろう、わかんないんだよね。やー、ヨナガくん、剣に体が振り回されてる。やっぱりスズくんみたいにはいかないか。まあスズくんが飛び抜けで運動神経とか身体能力高いからな。重心を持っていかれるな。軸をしっかり保て。でも体幹ですね、体幹。はい。そうちゃん、あれしよう、筋トレしよう。筋トレしよう。プロテイン飲もう、プロテイン。そうちゃん。水とタオル。ありがとう。大丈夫か？無様だなあ、ヨナガ。こういう時だけ生き生きしてくるな、大鳥くん。大鳥くん。俺がやった方が良かったんじゃないのかって言うんでしょ？折巻のやつは気に食わないが、あいつの盾は熟練者らしい動きを見せていた。だが、お前はどうだ？来たよ。貧弱で貧相なお前がジャン・ホセのような経験豊富で腕に覚えがある強者の役をやるなんて無理に決まっている。まあこれなんだかんだね、大鳥くん無意識かもしれんけど、これアドバイスくれてるからねこれ。先輩方に迷惑をかける前にさっさと諦めてその役を僕に。すみません、盾のシーンもう一回やらせてください。え、ああおい、話は終わってないぞヨナガ。ヨナガ。いいキャラしてんなマジで、大鳥くん好きだわ。夜中が僕を無視した。どういうことだ立花。夜中が僕を無視したぞ。かまってちゃんかお前は。かまってちゃんじゃねえか、ただの踊り。え、そんなこと言われても。うるさい大鳥。ありがとうございます、ありがとうございます水木先輩。あ、すみません。先輩には素直。夜中いいな。俺がジャンホセの盾をやってみせる。しっかり見ていろ。カイさんの指導だ。はい。フミさんが温かい目で見てるな。このまま進むか、それとも壊すか。え、なんか物騒なこと言ってんな、ネジ先輩。クロウ。お。あら、いらっしゃい。遊びのお誘いかしら。朝まで寝ずに踊るか。ごめんなさい、私体力なくて。ふみさんなら普通に踊れそうだね。よく言うよ、宗師のやつ頑張ってるな。あ、認めてくれてるのかな。そうだね、今までの自分を捨てて
新しい自分になろうと必死にもがいてる。そうね。まあだけどちゃんと、殻破れないと舞台勝てないからね。そこはちょっと現実的になっちゃうよね。勝たせてやりてえな。お、海、そういう気持ちになってんだね。勝たせてやりてえよ。かっけえ。